おはようございます。ブラッシュミュージックのウェルカンマンです音楽業界全般のお仕事をさせてもらっており音源制作イベント制作ウェブ制作映像制作など多岐にわたり活動を行っておりますまたレコード会社勤務、えー、レーベルオーナーであることからインディーズアーティストの活動サポートやライセンス周りの管理も行っております 日本人初のグラミー賞を主要4部門にノミネートそして受賞されるプロジェクトメンバーを夢見て日々活動しておりますさあこのミュージックビジネスセッションはポッドキャストそして YouTube アーカイブとしてですね発信されておりまして音楽の最新ニュース、えー、トピックスをですねピックアップし、えー、ウェルカムマンが解説していくという流れになっております えとちょっとだけ前になってしまいますが、えー、僕の大好きな音楽、えー、最新ビジネスの情報を発信しているミュージカルライからですね1、えー、つピックアップしたいと思いますバーチャルコンサートやライブ配信における原則と新たな取り組み今年中に音楽コンサートが再開されたとしても国ごとにソーシャルディスタンスのルールがどのように発展するかによって模様は全く異なるものになるだろう一方 コービット19の感染拡大の期間中にもライブ配信やバーチャルコンサートを中心にさまざまな活動が行われているこれからは今後どのような発展を見せていくのであろうかというような内容です、えー、ライブ配信は世界中で行われているが関連するバーチャルコンサートのカテゴライ図にも動きがあります、えー 合計2707万人を魅了したゲーム「フォートナイト」におけるトラビス・スコットのパフォーマンスが挙げられます VR や他のオンラインゲームでも同,同様に実験が行われております、えー、VR スタートアップのメロディ VR はイギリスのワイヤレスフェスティバルのためにライブネーションの子会社であるフェスティバルパブリックとパートナーシップを組みました実際のワイヤレスフェスティバルはキャンセルされたものの メロディ VR は代わりに7月3日から5日にかけてロサンゼルスとロンドンにあるメロディ VR のスタジオからの VR 放送を含む未公開のパフォーマンスや独占映像などを週末にわたって公開すると言っていますまたゲームマインクラフトを使用して開催されるバーチャル音楽フェスもアナウンスされておりますエレクトリック・ブラック・カローと呼ばれるこのフェスは6月25日から28日まで開催されます ダンスミュージックに焦点を当てておりディプロプレゼンツハイヤーグランドトラックスプレゼンツフールズゴールドクラ,クラウドボンストロークのダーティーバードレコーズアドオブビヨンドなど300組以上のアーティストが出演すると言われておりますこれはすごく面白そうですねさらに日本でもライブ配信に関する動きが活発化しております すでに新たなライブ配信プラットフォームが次々と生まれてきておりますがそのリストにまた新しいサービスが加わりました音楽ライブや劇場などのチケットの電子化、えー、座席管理来場者分析などを提供するサービスチケットが無観客ライブなどの開催を手軽に行えるようにするためライブ配信を電子チケット販売できる機能を追加しております また別のニュースでは総合エンターテック企業のプレイグラウンド株式会社は6月上旬に音楽ライブ配信まとめメディアおうちライブをリリースします音楽ライブ配信をもっと身近にをコンセプトに音楽ファンに向けに音楽ファン向けに日付やアーティストなどのライブ情報ライブ配信情報をジャンル別にまとめて届けるサービスとなっております また日本では緊急事態宣言が全国的に解除され政府は5000万を上限に COVID-19 の影響で延期や中止を余儀なくされたイベントを改めて開催する場所の費用の半額を補助する方針も打ち出していますここがまあ大きな話ですねえっ、ー、とー 今回ここの記事で僕が感じたことと、まあ、皆さんがね感じたことを、えー、上手にすり合わせていかないといけないなと思っているんですが、えー、まず成功しているのは、えー、と他のねミュージックビジネスセッションでも取り上げましたがいわゆるフォートナイトでのバーチャルライブが大成功になっているという記事がまずトップに出てきてます。ね そしてゲーム「マインクラフトで」で、えー、バーチャル音楽フェスもアナウンスされておりここの、えー、300組も出ていますししかもラインナップも素晴らしいんですね世界の DJ が出ます、まあ、こういう意味ではいち早く世界的な、えー、といわゆるポピュラーなワールドポップスを牽引している特にダンスミュージック系はそうですがいち早く、ね、オンライン化に、えー、体を持っていってるなという印象はあります で日本はですね今本当に在庫もそうだし、えー、e プラスとかチケットピアがねオンラインでの、えー、配信ができるようになったりだとか、まあ、その他ね配信アプリケーションも踏まえてあの非常に活発的にライブ配信を行っているんですがまだどこがこう飛び抜けて、えー、プラットフォームの定着をさせていっているっていうのは、まあ、なくてですね、まあ、手軽にインスタライブとか YouTube ライブとかをするんですが結果 プロモーションにはなってるんですけどマネタイズできていなかったりだとか、えー、とまだまだこう映像のスイッチングが悪かったり生放送でのトラブルが多かったりなんか非常に、えー、ノウハウがない状態でサービスだけローンチされててアーティストはなんか右へ左へおよよよよっていう感じになってるなという印象が今はあります。 でえー、と大きな成功例のバーチャルライブっていうところに関してもまだやっぱり海外での成功が出てこないと日本は、ね、踏み込んでいってないっていう部分は正直ありますので、まあ、それはテクノロジーとかテクニカルな問題は大いに関連するにせよ日本でも独自な進化を、えー、遂げてですねライブ配信っていう、えーとまあ、いわゆる au ソフトバンクドコモみたいなね あの携帯3キャリアのどれかでしょうみたいなこう競争の中から勝ち残っていく企業がこうライブ配信音楽カルチャーをデジタル化オンライン化していくまあ大きな発展理由になるきっかけがいるんじゃないかなと僕はこの記事を見て強く思いました。はいという意味ではえと弊社もですねいろいろオンラインライブまあライブ配信っていうのはもう3年前。 ぐららい前からね世の中がこうなると思ってたのでコロナのおかげで急速に加速したというだけなのでまあ、世の中、こうなるだろうなと思っていた通りにはなっているので何もずれていないんですがえー、っとちょっとサービスが多く出過ぎているので、えー、見極めに入っていててちょっとまだ手出してないというのが今の現状ですね。はい えー、まだあのサービスはここはいけてるけどここはまだまだだなとかっていうのが横並びにいっぱい出てるような印象があるので、まあ、着地がどこかなっていうのがそろそろ結論出さないといけない時期なんじゃないでしょうかで海外ではそれはバーチャルライブだったよっていう VR でゲームとコラボするのが一番、えー、現状評価され新しいムーブメントになるんじゃないかなと提案しましたっていうのがフォートナイトの話でしたねはい。 ここはインディーズアーティストメジャーのアーティストの皆さんとか、えー、エンターテックの方々とかといっぱい議論を重ねていって新しい、えー、ライブ産業もそうだしデジタル化の音楽産業の発展に、まあ、従事していかないといけないなぁと強く思っています特に僕自身もそうですし会社自体も大阪なのでねこの温度感はまっ こう大阪にはないので、なんかせなあかん、なんかせなあかんぞ、なんかせなあかんぞ、なんかせなあかうーん、動けないみたいな、あの歯がよい日々が続いているような現状なのでね、ここでデジタル化いっぺんに走ってですね、えー、方向性をしっかりまとめていきたいなと、まあ、そういう意味では、えー、っとトップ走っていってね、みんなと一緒に仕事できたら幸いです。さあ、ということで、今回は、えー、ミュージカルへの素晴らしい記事をピックアップしました。 2、えー、日ほど空いてしまったんですが皆さんぜひチャンネル登録拡散の方をご協力くださいえー、最近ちょっといいニュースがいっぱい溜まってきたので、えー、毎日吐き出すように僕も頑張っていきますそれでは引き続きよろしくお願いしますブラシュミュージックのウェルカムマンでした